はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もグランブルファンタジーリリンク続きからやっていきたいと思います。まあいよいよ今日で終わりというところでよろしいかと思うんですけども、まあクエストを受注していって話を進めていきましょうということでございます。んで、まあキークエストとなってるものがあと4つ残ってるのかな。1個2個3個4個ということなので、これをクリアしていきたいなと思っております。というわけで引き続きお付き合いいただければと思います。まあ、順番に行くなら、まあ、エクスカリオンぶっ倒した後にこの、ガランザマギラフリラ倒して移動倒すという流れが綺麗かなと思いますので、ちょっとその順番で、ね、やっていこうと思います。というわけでエクスカリオンから行きたいと思います。久しぶりやんな、エクスカリオンさん。さてと、じゃあ調理していこうか。殲滅する。よーし、倒したぞ。こいつやべえ。録画開始からすでに1時間経過してるんだけど、こんなに時間かかると思わなかった。エクスカリオン、あんた強えよ。イベントだけで十分だよ、こんな戦い方。もう厄介すぎる。おはよう、砂漠に眠れ。ありがとうございます。ちゅうわけでアビア三将を次倒していくか、順番にね。疲れちゃった。帰ろうぜ、みんな帰ろうぜ。さて、んじゃあついにアピア参照やっていきましょうか。まあ、とりあえずガランザさんからいきますか。行ってまいります。調査中、教団幹部としてシードホルム城周辺に関わった一方で、リスに反響を翻したガランザことは知っていると思う。今後の対応のため彼と戦った時のことを教えてほしい。あ、思い出す感じなんだ。オーケーオーケー、任せてくれ。難戦難勝だったな。負けことは忘れた。行くか、こまけことは忘れてよ。よいしょ。というわけでガランザ将軍面白いっす。いや、戦って面白いな。いいっすね。いや、とりあえずエクスカリオンはダメだ。あいつは許せねえ。あいつは許せねえぞ。もっとね、ふにゃふにゃじゃねえとダメだな。さーてさーて、アイテムちょうだい。アイテムちょうだい。はい、マテリアル。老王の武勇。いやー、いいですね。まあ、とりあえずいろいろもらったというところで。さあ、皆さん帰りましょうか。今度はマギネーと戦いましょうか。バチバチとね。さて、次、マギラフリラさんですね。というわけで、対応のため彼女と戦った時のことを教えてほしいということなので、戦っていきましょうか。いけるでしょう。行ってまいります。来たなー。どうもどうも。へようこそ。いざ行きませよ。よいしょー。というわけでぶっ倒しました。お疲れ様、マギネさん。お帰りなさいませ。手ごわい相手だったけど、なんとか勝てたな。かっこよかったぜ。というわけでアイテムも回収させていただきまして、完璧ですね。じゃあ皆様、あと一人アビア三将倒しに行きましょうか。誰とは言わないけど誰とは言わないけど、倒しに行きましょうか。ラス1。ふう。いや、マデジでさ、エクスカリオンだけよ、めちゃめちゃ強かったの。他の二人はまあこんなもんだろうなって感じですわ。よしよし。んじゃあ行こうか。さて、ラストだね。英風の祭壇ということで、元アビアス三将、井戸に関する調査と、はい。はい、反響を留意したということで、ここまでタイムでこれをドッと言ってこっとって、はい。というわけでね、また対応のために研究をしていきましょうというところでございますな。
まあ一番難易度が高いということなんで、まあ井戸くん、まあ強いからね、あのハテナハテナハテナの井戸くんより強いやつが出てくるのかどうなのか。いや、わしじゃ、わしがおるで。無駄だ。僕がいる。というわけで遊びましょうか。よいしょー。というわけで井戸さん撃破と。いやー、やっぱ勝てー。いいね。お疲れ様でした。じゃあアイテム、あ、5個も出たよ。え、こんな出るんだ。ありがとうございます。レベルも上がったし。テンペラストーン、闇のかけな、奈落の本社、はい、待ってる、井戸、アナム、ネシス、もう一点の、じゃあ、はい、というわけで、オッケー、じゃあみんな、帰るぞ。さすがに進むでしょう。あれ、新しいクエスト、煉獄に迫る、ちょっと待って、なんか、嫌な予感がする。くそーくそー、なんか竜がいっぱい出てきたね。アンラマイアも出てきたし。そうか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 、アンラマイアでも大負けか。なるほどね。うーん、なるほどね。もうちょっと頑張れということか。頑張るか。竜略士存在に関するローラン氏に代わって引き受けてくださる方を募集中ということで、行くか。今日のメインだな。むしろ先進む。今日終わるかと思ったんだけど、全然だな。竜狩りがメインになっちゃうかな、これ。もしかすると。多分見たことない。あー、見たことないけど、見たことある。エンシェントドラゴンと変わんなくね、これ。各属性がそろそろじゃない。それぞれいると。そういう感じですかね。あ、やべ、なんか強そうだ。本当だよな。なるほどね。そういう問題かという話だけど、本当にそういう問題かという話だな。よいしょ、まあいいや。とりあえずこのドラゴンをサクッと買っちまおうか。ん、なんかやばそう。うわー、エンジェルドラゴンより全然強いや。これさ、ちょっとやばいな。大丈夫、勝てる敵か。勝てる敵だよな。よいしょ、まあ行くしかねえな。よいしょー。というわけで倒したわ。うん、倒せる敵だけど、ちょっとね、ステータス不足を感じるな。鍛え直してから出てくるか、また。あと3体竜いるしね。アンダーマイルとか倒して、レベルを上げてから出直してこよう。ちょっと疲れちゃうな。俺の勝ちだ。レベル上げてくるわ。ちょっとね、お待ちくだされ。よし、強くなってからまた戻ってくるわ。アイテムだけちょっとちょうだい。アイテムちょっとちょうだい。アイテムちょっとちょうだい。ということで。うん、じゃあ行こう。あ、ちょっと待って。手記手に入れたわ。ダリの財布から10年、ついにリリスが動き始めた。彼女は、かつて僕が作ったアビアの枠組みを利用し、星旅の室、アビアを結成した。ダリの最悪は星神の神罰であると主張し、無知な島民たちの信仰を煽り、自らの手足として利用している。だが、こちらも準備は整いつつある。教団に対抗するための協力者を集めることができたし、アンラマンユの次元跳躍に対抗する研究も順調に進んでいる。次元干渉した先から、元次元の座標を逆探知する発信機。これさえあれば、たとえ次元の狭間に強制転移させられたとしても、帰還もしくは救助が可能なはずだ。あ、これ、そうじゃん。助けるためのやつじゃん。とはいえ、あのリリス相手に一切の油断は許されない。すべては仕掛けるタイミング次第だが、今はまだその時ではないだろう。思えばあっという間だった。僕が空の民を見守ろうと決意してから、もう500年以上もの時が流れたことになる。今の僕ならば、アルドが命を落とした理由も理解できる。それこそが長年研究を重ねてきた思いの力。どんな夢であろうと誰かを信じ、誰かに託すことで、
たとえ道半ばで倒れたとしても、いつか必ず実現するという奇跡の力。ゼーガ・グランデの空の民はその思いの力によって十分な進化を遂げた。僕に残された最後の仕事は、星の民として同胞の尻拭いをすることだ。もしそれが叶い、かつ僕が無事に帰ってこれたなら、その時は空の果実を体に取り込み、空へ帰還しようと思う。皆と同じ食べ物を食べ、共に年を重ね、そして自然の摂理に従い空へと帰る。長い長い旅だったが、もう少しだ。君と同じところに立てる瞬間が待ち遠しいよ。ローラン。今回の手記は分厚いな。重要な手がかり。いや、めちゃめちゃ重要な手がかりだったで。オッケー。そしたら、とりあえずレベルを上げて、蹂躙できるようにしてくるわ。まあ、とりあえず、レベル上げるまで待っててくれ。オッケー。というわけで、レベルもしっかり上げてきましたんで、もうね、さっさとクリアしましょうか。地流、風流、漂流。ということで、残り3体、ぶち倒していきましょう。サクサクとね。行ってきます。この辺のバトルは、まあ、省くわ。他のやつ、ちょっと新しいやつはやってたりしたんですけど、まあ、そうそう変わらんじゃろ。エンシャントドラゴンの毛が生えたようなもん。カリオもそうだったし、そんな感じだと思うんですよね。まあ、そういうわけなんで、まあ、ちょっとね、はい、ちょっと出る雰囲気見てもらって、倒した後の雰囲気を見てもらうということで、よろしくお願いします。どうせ砂だるまにしてくるんやろ、お前も。知っとるんやぞ、私は。でも全然動きしげえわ。ちょっと待って、ちょっと待って、レベル上げてたのに強い。レベル上げてたのに強い。よいしょー。というわけで倒したね。いや、強えわ。あれ、モーションがさ、思ったより違う。全然技違うわ。もしかしたら竜だけで動画一本上げられるかもしれんぐらいモーションが違うんだけど、ちょっと全クリした後にちょっと改めてドラゴンだけ倒す動画出してもええかもしれんな。気が向いたら出すかな。ちょっとね、ちょっと全然動きが違うんでね、ぜひね、皆さんも体験していただきたいですわ。今回は手記が見つからなかったな。手記は見つからなかった。落とし物するわけじゃないんだな。なんか失礼な感想を抱いてませんでした今。というわけで順調に組んであれば、これ風流倒して、漂流倒すというところまでいけば、おそらく手記が見つかるはず。漂流の後かな。とりあえず風流倒しに行きましょうか。行ってきます。来たー。やっぱデザインも違うし、結構凝ってるな。まあ最初のムービー一緒だけど。イールシアス。便利は一人で倒せるレベルじゃねえ気がするけどね。なんかやっぱ違え。全然違うわ。これなら。よいしょー。というわけで、誰か倒してくれたな。ありがとうございます。いやー、強い強い強い。いいね。楽しいじゃないですか。というわけで、風流激化と。あと、漂流でおしまいですよね。倒せるけど、敵の攻撃力やっぱバカだね。敵の攻撃力バカ。やばいわ。でも大丈夫。そう。こうして勝ってるからね、僕は。オッケーオッケー。んー、じゃあ、終わりにしようぜ。入りますさようなら。そうなんよな。まあ毎回これ話聞いてくる、してくれるんですね。はい。まあ、じゃあ次行くか。ちょっと待って。というわけで最後の竜だね。漂流ウィリヌスやっていきましょう。で、関係ないんだけど、アンラマイもあるんで、まあ、アンラマイもやっときたいよね。まあ、とりあえず、ウィリヌスやっちゃいましょうか。行ってきます。来たね。やっぱ角が違うな。いいね。よろしくお願いします。舌が回らない。よろしくお願いします。多分、無動きはまた。いたああ、寒い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 寒
オッケーというわけで漂流も撃破ということで、いっちゃん厄介だったな。めちゃめちゃ凍らせてくるんやもん、この子。僕らのことカチンコチンしてくるんやで。大変やわ。まあちょっと団長さんのねスキルでなんとか対応するのが一番良かったかな。まあ、ちょっと方法は後で考えるとして、後で周回回さないとね、いろいろとアイテムも必要なの出てくるから頑張りましょう。じゃあみんな帰りましょうか。お疲れ様でした。あ、来た来た来た、手記7。恐れていた事態が現実になりつつある。リースが隠匿していたアンラマンユー本体の復活は迫っている。何としても阻止したいところだが、楽観視はできない。最悪の状況に備えるべきだろう。幸いというべきか、発信機はすでに完成している。もしアンラマンユーの力で別次元にさせられたとしても、発信機同士の相対座標が近ければ次元を超越可能なガイドビーコンを作り出せる。それを頼りに、かつてリリスが研究していたアンラマイオのデータから作り上げた術式を使えば、僕はゲートを作って救出可能だ。もちろん不安要素は少なくない。ゲートを開く術式は完璧だが繊細だ。術式を使う環境次第で失敗する可能性がある。アンラマユに対抗するためにアンラマユ由来の術式を必要とするとは、なんと皮肉な話だろうか。発信機はスペアを含め、偽装も兼ねて自分の電子機に内蔵しておいた。現時点で僕が1時台、そしてイストリアス君、ザスパ君、ビークも1台ずつ所持している。電子機は極めて貴重なので大事に扱ってくることを期待しつつ、残る最大の懸念は僕の力でリリスを抑え込めるかだ。このソラスさえ、皆さえ無事なら僕は、アルド、どうか見守っていてくれ。なるほど。みんなに聞いてほしいことがある。お、ローランの教会で話せないだろうか。なるほど。というわけでローランの教会行くか。イド、あなたがみんなを集めるなんて珍しいわね。一体どうしたのかしら。ロゼッタさんさ、今更だけどこの足の組み方めちゃめちゃ疲れそうだよね。立ちながら片足だけに多分体重かかってんぜこれ。ローランのことだ。これまで集めた手記の件か。そいつは俺も気になってた。確か次元跳躍がどうだ。まあ要は助けられるってことだろ、場所さえ分かれば。そうだ、手記によればローランはすでに次元を超える手段を持っていた。まあ確かに助けられたもんね、僕たちもさ。それって B さんが持っている転生機に何か仕掛けがあるっていう話でしたよね。だけどよ、そのゲートってやつを開けるにはベンリアの兄ちゃんが作った術式とやらも必要なんだろう。手記によればそうらしい。だが最後に通信を交わした時、ローランはこう言っていた。内側から開けないとは誤算だったと。内側から開けない、ほう。こちら側からゲートを開くことはできても、向こう側からは無理だったということか。そもそもバハムート・オルタは私たちが干渉できるはずのない工事の存在よ。あの時封じた空間自体がアンラマンユの力の利害。そう考えればゲートを開く力が作用しなかったのも不思議ではないわね。どのみち術式を知ってるのはローランだけなんだろう。このままじゃ手詰まりじゃねえか。いや、こう考えてはどうだろうか。15年前のダリの最悪の時、オルタはアンラマンユの規格外の力に反応して空の世界に顕現した。あの時リリスは俺の中にオルタを封じ込めた。団長たちのおかげでオルタとのつながりを断つことはできたが、力の残滓はまだ残っている。まあ流化するもんね。つまりローランさんがアンラマンユ由来の術式を使用しているのなら、あなたもオルタ同様に彼の元へ行ける可能性があるということ。確信はないがそういうことだ。やってみるしかないよな、この選択肢必要。やってみよう、いいだ。ああ、いまいましい竜の力だが役に立つのなら本望だ。それに感じるんだ、オルタの気配を。ヤツと戦った座標に向かってもらえないだろうか。了解だ、
グランサイファーはいつでも出せるぜ。便利屋井戸、最後の大仕事かしらね。ローラン帰ってきちゃったらね、引退だもんな。おいおい、せっかく様になってきたってのにローランが戻ってきたからってやめちまうのはもったいないんじゃねえか。それは全て終わってから考える。それもそうだ。行こう、ローランドのお救いに。頑張りましょう、井戸さん。みんな頼む。え、そういうわけだ。向かおうぜ。待ってろよ、便利屋の兄ちゃん。教会じゃなくてもよかったんじゃねえかな。とりあえず移動しましょうか。やっと話進んだぜ。さて、忘れられた空へ向かって行くわけでございますね。あの渦巻いてどこかな。久しぶり見たな、この空図みたいなところも。あれ、俺グランになっちまってる。グランになっちまってる。グランで行くしかないよこれ。俺笑顔で迎えてあげなきゃな。井戸のやつはいけそうだろう。で、アイテムは回収するでしょ、しっかり。何かに使える。あ、これあれか、メインストーリーだからグランが主人公になっちゃうのか。あ、でちなみに今に腰につけてるやつね、魚です。魚です。いいでしょう、いい武器でしょう。こういうネタ武器割と好きなんですけど、他にもね、持たせてあげたいのはあるんですけどね。井戸とかね、エビフライとかあるんですよ。いいっすよね、そういうの。ローラン助けに行く。破壊の竜の力よ、俺たちを導け。懐かしのムービーが。行くのか。ここだ。お、あれ、これまたバハムトとやるのかな、これ。もしかするとさ、あ、中二全開、中二病全開だぞ。俺一人ではここが限界か。頼めるか。あ、こっちもあれですか、バハムト召喚してこじ開ける的な感じ。高速部装備してねえな。行きましょう。よっ、あれ来ないの。俺らだけかい、俺らだけかい、みんな来ねえのかい。どうなってんのこれ。あ、あれか、バハムート操作する系か。そうだ、絶対そうさ、バハムート戦っすね。いや、バハムート戦なんだけど。バハムートとバハムートだな。二人で頑張るって言われたな。まずはあいつだ。いるんか。あっそ、お久しぶりです、オルタさん。決着をつけるぞ。背中乗ってて戦いづらそうだね。なんだ、以前よりもでかくなってやがる。ここが奴の空間だからということだ。引くわけにはいかない。絶対に稼働。はい。これ止めなきゃいけなかったりする、もしかして。団長、ルリア、やっぱなんかそうだ、止めなきゃいけなかったんじゃない。オッケー、こんなぶん投げちゃっていいの。よいしょよいしょ、ほらほら、こっちに向かってギャー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 騒いでるんじゃねえよ。あ、これガードはないのか、回避だけか。オッケーオッケー、そういうことなら
そういうことなら、そういうことなら貯めるんだっけか。あ、そうそう、貯められるんだな。 OK、 はい、どうぞ。はい、はい。いや、そんなことないでしょ。溜めておいて。何やってんの、やめて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 、クリエーション。なんだ。いや、マジでさ、強くない？ここ空間だからということだろうが、引くわけにはいかない。絶対に勝とう。殴ってれば止まるな。おい、これは覚えた。これ殴ってれば止まるのは覚えた。いけるでしょ、いけるでしょ。さすがにさ、さすがにいけるでしょ。はいはい、よいしょ。レギンレイブかましといて、そうだっけ。はいはいはい。敵の大技をさ、回避する術がちょっと僕わからんので、なんかないですかね。で、いや、今避けられない。そう、まあ時間よ。よいしょよいしょよいしょ。逃げるしかないってことか、もしかして。もしかして、え、これダメじゃん。止められんの、あれ。とりあえず接近するか。なわけねえよな。仕掛けてくるぞ。とんでもねえ攻撃してきやがる。けど、あ、避けられた。あ、普通に避けられたわ。今のあれ食らってたら多分やばかったんだな。さすがに今度、なんで、マジでこれ止められるでしょ、止められるでしょ、止められるでしょ、止められるでしょ。 OK、 殴り続ければ OK。 今のはクリエーションってやつだよな。よしよし、大丈夫よし。勝つ未来は見えてきたぞ。まあまあまあ大丈夫。ビーム、大丈夫ビーム。オッケー、はいはいはい、大丈夫、大丈夫ビーム。でも殴った方が強いわ。当たり前かどうかわからんけど、殴った方が。どうしよう、これ止めろ、止めろ、止めろ。殴れ、回転率下げろ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 。救済の光なんだこれ。あぶねえ。マジギリギリじゃん。ギリギリで止められるんだな。シンクトロンは回避できてんのか俺。あ、今回避できてたんだ。わかんないけど。とりあえずこのままでは狙い撃ちか。もう一度接近戦に持ち込めれば。はいはいはい、まあ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 、大丈夫大丈夫。はめていっちゃうか。ああ、来た来た来ましたね。ああ、ベロンリアの兄ちゃん、ベロンリアの兄ちゃん。よしよし、オッケー、ナイス、オッケー。ちょっとさ、マジ決めてこうぜ。75% か。オッケー。だとしたら、うん、大丈夫じゃねえんだな。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。はい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 。救済させるな、救済させるな、救済させるな。よしよし、大丈夫ですよ。これ入れる理由はないんだな。光線やんない方がいいのかな。いけ、
オッケー、ね、受けられてる受けられてる。今だ団長。行って僕もビーム。いや、いい勝負になってる、いい勝負になってる、だいぶいい勝負になってるよ。すげーじゃない、よしよいしょ、はいはい。でもダメージレース負けてんだよな。決めろ決めろ決めろ、決めて決めて、お願いしますお願いします。よし、はい、よいしょ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 。おっと、5割だから半分、純然たる破局。何これ、おおおおおおお、ボタン連打、あ違う、ボタン連打必要ないわ、ボタン連打してるけど連打してるけど必要ねえな。もう一度近づこう。はい、待て、なんだあれは。おいおい、これをぶつけようってのかよ。やばくない、あの力尋常ではない、あれが離されたら終わりだ。全然回避できない、全然回避できない。団長、ルリア、このまま接近を。やばい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 、あ、後ろのやつってこと、やばいねやばいね。あのブレスとか履かないでもらっていいですか、私疲れちゃうんで。じゃあこれなんだマジで回復手段ねえのかよ、本当にさ、頼むわ、回復手段をくれ。めちゃめちゃ体力減っちゃってるんだけど。あ、ブレイクして、一応これで、あ、ローランさん、さすが星の民、違うね、助けに来たんだから死ぬとかなしだぞ。今こそオルタを倒滅する時です。団長君たちの力を貸してください。回復してもらっていいですか、回復回復してもらっていいですかね。あ、来た、長くは落ちませんが飲みましたよ。本当にさ、体力をくれ。あ、大丈夫。全然。赤力だ。ありがとな、ベリアの兄ちゃん。今ので十分助かったぜ。あと少しだ。もうわからん。俺が叩き込む。わかった。ダメだろ。もう間に合わないだろ。あと少しですよ。危ねえ、避けられてる、やるじゃん俺、やるじゃん。あ、何、あ、奥義、全ての決着をつけろ、はい、決着つくんですかこれ、お願いしますギリギリなんです、僕ギリギリなんです、お願いします。もう点勝ち終わった。青き破局をもたらし、我が敵を捕れ、バハミエト。そんなんなれるなら最初からなってくださいよ、ちょっと。ギリギリやってん、僕ギリギリやってんな。しっかり倒せてるね。
とりあえず帰ろうぜ早く。これで終わりだ母上。これは空間ごと崩壊しかかっています。ヌリアちゃん急ぎ脱出を。おお、帰ってきた、無事に。やりましたね。改めてありがとうございました、皆さん。イド君も無事で本当に良かった。あんたこそ笑った。イドが自然に笑ったぞ。かつて俺は歩むべき道を誤り多くの罪を犯した。その罪はとても許されるものではない。だがこの世界にはまだ取り戻せるものもある。俺を仲間と呼んでくれる彼らの笑顔がその証拠だ。無事で何よりだ、ローラン殿。あの時は助けてくれてありがとうございました。いえいえ、こちらこそお手数をおかけしまして。ならば俺はより多くのものを取り戻していこう。今の俺ならきっとできる。もう心配したんだから。俺もだぜ。あの時通信が切れそうってのにおちゃらけてやがってよ。うんうん、そうそう。空と母が俺を生かし、仲間たちが今に導いてくれた。よし、フォルカに行って祝杯と行こうぜ。オイラはリンゴジュース飲みてんな。全てが今に至る道だったのだと思えば、人生ってやつもそう悪いものじゃないかもしれない。空は何も答えてはくれないが、お前が与えてくれた力はこのまま借りておく。空の世界を守る、そのために力を使うなら神様だって本望だろ。ファルカに到着です。おお、普通に入ったな。お帰りなさい、ローラさん。ベンリアの兄ちゃんがいない間に井戸のやつだいぶ町に馴染んだんだぜ。今じゃすっかり頼りにされてら。はて、もしや僕があの空間に閉じ込められてから結構時間が経ってた。一瞬だったりするの、もしかして。え、なるほど。あそこは時間の流れが極めて遅いか、時間という概念を超越している。きっとそういう場所だったのでしょう。僕があの空間に留まっていたのはものの数分程度という感覚でした。ああ、そうなんや。かすかな記憶だが、いつだったかかつて母上が似たようなことを話していたような。あのイスタルシアもそのような場所らしいと。そりゃ興味深い話だな。バハムートと戦った場所ともなればなんか関係あんのかもな。確かめに行く？確かめに行く？確かめに行く？
団長と共に旅を。それもいいかもしれないな。柔らかい。やだ、一緒に行こうよ。だがしばらくはこのまま便利屋を続けてみたいと思っている。構わないか？うん。おっと、後継者、いやライバル現る。僕としては歓迎ですけどね。これからはもっともっと忙しくなりそうですね。いいのか悪いのか。この空域もこれで安泰だな。団長君、君の活躍によりこのゼーガの空は救われました。ゼーガに住まう人々を代表してこの空を訪れてくれたことに感謝を。もっとも君にとっては長い旅における思い出の一つでしかないのかもしれませんが。いや、あの時バハムート・オルタを封じた時点でゼーガでの旅は終わっていたはずなのに。それなのにイド君と共に残り僕をも救ってくれましたね。まったく、お人よし加減では僕の乾杯ですよ。君はこれから先また別の空に飛び立つのでしょう。少しばかり寂しくはありますが、よかったらたまにゼーガに戻ってきて胸躍る冒険談を聞かせてください。団長君、本当に本当にありがとうございました。君たちのこれからの空の旅路に多くの幸あらんこと。おお、グレードアップ。はいはいはい。マニアックとプラウド。新たなクエスト。はい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 。銀天の輝きなんかいっぱいもらったな。また新しい依頼が増えたみたいだな。すっげー難しそうだけど、挑戦してみねえか？さて、ここからがね、エンドコンテンツやり込みということで、まだまだ先が長いということでございますね。武器もマックスまで鍛えてないですし、まあね、他にもなんか隠されたボスはいるらしいんですよ。まあその辺もやっていかないよ。動画化する予定はございませんのでね、僕たちの空の旅はこの辺で終了ということでございます。で、すでにね、ダウンロードコンテンツ配信決まっておるわけでございますね、このゲーム。ありがとうございます。なんだっけ、3月4月5月だっけかな、いろいろとね新しいボスが追加されたりとかするらしいので、まあそちらね、まあ気が向いたらやるかもしれん。3月期ね、めちゃめちゃやりたいゲームが溜まっててですね、ちょっとそちらに手を回す余裕がなさそうなんで、まあしばらくグランブルファンタジアお預けという形になるかなと思っております。まあ裏でコツコツやるつもりではあるので、いつかね動画化するかもという感じでございますね。というわけで終わりにする前にですね、やりたいことがあるんですよ。ちょっとお待ちください。ん？なんだ、キャラクター専用の特別な寺院が追加されました。より上位の寺院列車が解放されました。なに、なになに、どこ？トレジャー交換でいいのかな。レジェンドってやつか。あー、これは大変だな。ちょっとレベルを、これの辺のやつがそうなんだな。詳細確認が資格か。違う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 。だからこの能力自体。ああ、ほんとだ、専用だ。なるほどね。こういうのが出てくるんだ。常にひるみ向こう。まあいいや。で、とりあえず、キャラクター解放チケットですね。1枚も使ってなかったんで、これ全部解放できるでしょ？できるよね。全く
全くいじってなかったんで、ちょっとこの辺やってきたいと思います。レベル60なんだってみんな。とりあえず行くか。ん？獲得 MSP、 え、ちょっと待って、獲得 MSP 必要なのこれ。 MSP 払わなきゃいけないの。あ、仲間にしたら払えるということか。はじめまして。トライアルバトル移動しません。へー、なるほどね。じゃあ順番にやっとくか。いざ参ろうぞ。はじめまして、ガンダ・ゴウザさん。移動しません。はい、はじめまして。なんか待たせたらしいですけど、すいません、はじめましてですね。いいえ。揺らぎの残機。ここに剣山。へえ。いいえ。お、二刀流じゃないですか。待たせたな、団長。ごめんな、逆に。ごめん、逆に待たせたな。逆に待たせたな。今まで放置してごめんね。ちょっと待って、足りなくね。1、2、3。あ、足りない。全員解放できない。全員解放できない。チケット足りねえぞ。おい、キャラクター解放チケット足りねえぞ。まあいいや、みんな解放しとくか。ヒーロー剣山。かっこいい。斧か。いいえ。へー、いろんな人がいるんやな。これ、グランブルーファンタジーのね、やられてる方はみんな知ってるキャラクターなんでしょうよね。いや、移動しません。これ、多分ね、おのおのにさ、フェイト、なんだっけ、あの、紙芝居のやつね。あれがさ、あるっぽいんだよね。だから見たい人は、まあ、自分で買って見てくれよなっていう感じなんですよね。はい。ということでよろしくお願いします。あと3だから1枚だけ、1枚だけ足りない。お待たせ、カリオストロだよ。なんか声変じゃね。ん、定期的に体を取り替える。え、男なの女なの、わかんないのか。へえ、すげえ設定のキャラクターだな。私の剣が必要かの？ヨダルラーハ。いや、まあ必要といえば必要だけど、まあ後でな。で、あとゼーダさん。ごめん、バザラがさ、あなただけちょっと出せないわ。ようやく私の出番ってわけね。まあ終わっちゃ、うん。ごめん、あなたの出番はないんだけど。ごめん、チケットが1枚足りない。ちょっと待って。なんかないか。いやー、あれだね。解放チケットが見当たらないな。カマ使いの人は、しばらく仲間にできないな。はい。というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。いや、長い間お付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。これにて、空の旅一旦終了ということにさせていただきたいと思います。他のキャラクターね、全然使ってないんで、まあね、気になる方はご自分でプレイしていただくか、まあ、他の方のね、実況を見ていただくかすればいいんじゃないでしょうかね。まあ、できればね、自分で買って、企業の売り上げに貢献していただきたいというところなんですけれども、まあね、そうもいかない方もいるでしょうから、まあ、そういう方はちょっとこちらでね、お楽しみいただければと思います。というわけで、ここまでの語りは私、懇意でお送りいたしました。それではまた次回ですね、別なゲームでお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。